皆さんこんにちは。内藤証券株スタ7110より6月29日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比243円高の 15,566円で取引を終えました。欧米市場が堅調だったこと、それからやはりイギリスの EU 離脱を問う国民投票が終わり、過度なリスク回避の姿勢が和らいだこともありまして、東京市場も本日は上昇いたしました。またその国民投票が終わるまでは様子見ムードが広がって薄商いが続いていたのですが、本日も出来高が増加してきまして、売買代金の方は2兆円突破と徐々に投資家も戻りつつあるのではないかなと思っております。では今後の見通しはどうなるのか、株価の位置などを含めまして冷やしチャートで確認してみたいと思います。ではこちらをご覧ください。はい、日経平均株価、やはりこの6月24日の下落で作られた大陰線目立ちますね。1日で約1300円下落しました。で、本日は高値で 15,600 円台をつけまして、でその 15,600 円台というのはこの1日の下落幅のちょうど半値戻りの水準になります。したがって今後、上昇していくのか、はたまたもう一段安があるのか、ちょうどこうひしめき合って展開したといった流れということになりましょうか。明日以降の展開に注目です。で、さらにまた今後上昇するとなる場合には、やはりこの大陰線のをつけた高値の 16,300 円台ですね、 16,389 円、ここを突破できるかどうかというところが一つ注目されます。この 16,300 円台というのは6月13日に窓を開けて下落した日の高値でもあります。やはりここが一つの上値の目処として意識される展開になるかもしれません。ではもうちょっと時間軸を長くして週足、それから月足でまた相場の動向を見てみたいと思います。はい、週足で見ますと、やはり先週つけた陰線の中での推移となっていますね。で、2月に3営業日連続で下落して大陰線をつけた時よりもこのロウソク足というのは今回は小さいんですけれども、やはりこう年初来安値を突破したということ、それから1万5000円を割り込んだということで、投資家心理の方は悪化しているのではないかと考えられます。ただこうやって見ますと1万5000円付近の安値では買い支えも見られていますので、自立反発への希望は残されているといった展開ではないかと思います。中性の見方としては、やはりこの下落トレンドが続いていますし、株価の上に移動平均がありますので、上値の重い展開は継続しているという見方ができます。でもうちょっと時間軸を長く取りますと、2012年のこの10月にこう上昇で頭一つポンと抜け出たところから、昨年の6月の高値までのこの上昇幅に対する、押し率で見ますと、半値押しが1万5000円の水準なんですね。で今年の2月安値、それから、先週の年初来安値で、安値をつけたことで 50% の水準を2回割り込んでいます。ということで、やはりこう下押し圧力の強い展開は続いていますね。で、実態ではこう1万6000を保っていたんですが、その先週の下落で実態でも1万6000を下回ってしまいました。もし、月の終値で1万6000を上回ることになりますと、2014年8月以来およそ1年10ヶ月ぶりのことになります。1年10ヶ月前の2014年8月には、アメリカがイラクを空爆して国際情勢が悪化した時期でもあります。で直近でいうとトルコで自爆テロがありました。でまたイギリスの EU の離脱もありまして、国際情勢に対する先行き不透明感がありますので、やはりこの対局で見ると下押し圧力の強い相場が続いていると言えるのではないかと思います。
では目先のその自立反発の目処を冷やしでもう一度確認してみますけれども、反発の目処は先ほど申し上げました 16,300円の水準ですね。まずここがですね一つの目処なんですが、さらにその上を行くとなりますと、やはりこの 16,600円台が意識されてくるのではないかと思います。やはりそのあたりには価格帯別出来高の累積も見られますので、戻り売り圧力も出やすい水準です。このあたりまで戻れるのかどうか、強い出来高も増えてきておりますので、それが上に行くのかどうか注目していきたいところです。政治リスクもありますので、1万5000割れのリスクも一方では視野に入れておきたいところです。でそれから直近のですね、対トピックスの相対パフォーマンスで見ますと、トピックスをこう上回っているのがですね、建設情報、それから内需ディフェンシブですね。不動産の方はマイナス金利の導入で一旦はこう期待で上がったんですが、その期待も薄れて、今下落基調にあります。で今日このちょっとよく見ると、若干この内需ディフェンシブ建設が全部こう下を向き始めました。というのもやはり為替が一時よりもこう若干円安に来まして、で今日外需が戻してきたんで、外需が相対的に上がったことが一つこう要因として挙げられます。ですがやはりその地政学リスク、政治リスクが拭えないということで、円高基調の相場の環境は続く見通しから、やはりですね、今後も小売りですとか内需ディフェンシブが引き続き注目されるのではないかというふうに考えております。はい、ということで、本日は内需ディフェンシブの銘柄から一つ個別銘柄をご紹介します。内需ディフェンシブといっても、こうやって先ほどご覧いただきましたように、もう株価はすでに高値圏にありますので、今日はそういった中でも、さらにプラスアルファで、もう一回注目できそうな銘柄として、7月に決算を迎えて、配当も比較的高い銘柄を選んでまいりました。今日ご紹介するのはこちら、ご覧ください。 Tライフです。はい、ティーライフは昭和58年8月に、静岡県で緑茶のティーバッグの加工を、加工ですとか通信販売から、創業させた企業です。で現在もこのティーバッグの加工通信販売もしておりまして、でその他にですね、機能性の高い健康茶ですとかダイエット食品、化粧品などを開発販売しています。で強みはですね、製造、全部外部に委託しておりますので、ファブレス体制ができております。ということで、設備投資の費用がかかりません。でまた店舗を持っていませんので、店舗の維持費用もかからずと。でさらに、主に自主製品を販売しておりますので、利益率の高い商品が、商品の利益率が高いという、ビジネスモデルがあって、これがこの T ライフの強みになっております。で 16.7 月期、今期7月の年間予想配当金は28円で、昨日現在の予想配当利回りは 2.9% と 3% 近くの高い配当利回りを出しております。権利付き最終売買日は7月の26日ですので、それまでに購入していれば、こういった恩恵を受けることができるというふうになります。で、チャートなんですけれども、こちら、昨年の6月の高値はまだ上回ってはいないんですが、下値は切り上げて、上値もその後上値を切り上げてきております。株価の上に移動平均線がありますので、戻り売りに押されやすい展開ですけれども、この900円の水準では買い支えも入ってきておりますので、このあたりで下げ止まって、さらにこう出来高を伴って上に行かれるかどうか、こういったところが注目されてきます。定期購入の会員も増加してきております。今期上半期のベースで会社が発表した定期購入者層は10万人を突破したということですので、こういったたくさんのお客さんをベースに自社商品をどれだけ販売することができるかというのが今後の注目ポイントになってきます。はい、では本日のマーケットトゥデイは以上です。
ありがとうございました。